こんにちは、今お昼です。前田建設がですね、ソフトバンクに続きまして、社債型種類株式を発行します。利率上限 3% でございます。でその最終的な条件の決まりっていうのがね、今月の12日ですよっていうお話をさせていただきたいと思います。NISAで買える社債のような株の2社目が出ましたってことでございます。楽天に期待してたんですけどね条件 13% だよとか言ってたもんね。だから 10% ぐらいの利率の楽天社債株が出るのかなと思ってたんだけど出ませんね。で、前田建設にしてもね、出すぞ出すぞと言っておきながら出さなかったのよ。で、ここいらについてちょっと見てみましょうか。楽天もそろそろ出るのかな？前田が出たってことはね。ほいで、発行条件等をちょっと見ていきましょうね。で、へんてこりんな名前の会社になってるからね、前田建設とはね、わかんないんじゃないかなちょっと思うわけですよ。この辺だよね。前田って書きゃいいのにさ、違う名前で出してるので、なんじゃこりゃって感じでね、もしかしたら人気が出ないのかなと思います。で、ソフトバンクが出している社債株について、買い方をちょっと具体的にお話ししたいと思います。全くね、株取引したことがない方もね、私の動画見てくださってますので、ちょっとね、老婆心ながら見てみましょうか。で、前田建設の社債株とソフトバンクの社債株をちょっと比べてみましょうね。私は前田建設よりも今だったらソフトバンクの社債株を買うよねと思ってるんですけどね。はい、私会計士に30年やってまして、もう引退してるんですけれども、ソフトバンクが出している社債株をだいたい3900円ぐらいで結構な方が買われてたのがね、この前の金曜日7月5日でございます。今ならね、3901円ぐらいだとね、買える可能性高いかなと思っておるんですよ。この辺をちょっと深掘りしていきたいと思います。まずはね、本当に出ましたよっていう話で、楽天に期待がかかるよっていうことをお話ししますね。はい、これね、2月の頃の記事なんですけども、インフロニアホールディングスなんちゅう名前でさ、へんてこりの名前つけやがったなと思いながら見ててるんですけども、で、ほら、風力発電をするぞってね、買収しちゃったんで、そのお金をね、返済するために社債型の種類株式を出すぞってことをね、もう2月ですよの頃言ってたんですね。なかなか出なかったんですけれども、もし出れば国内では2023年のソフトバンクに次ぐ2社目になるぞってことでございました。これよりもね、私楽天に期待してたんですけどね、楽天もなかなか出ませんもんね。で、インフロニアホールディングス、もうだからさ、この辺だよね、センスが出るよね。普通に前田ホールディングスってさ、やりゃいいのにね。はい、でさ、1000億を調達すると発表したってことなんですけれども、まだ私信じてなくてね。これが6月25日の頃よ。楽天も調達すると発表したけど、なかなかね、具体的な話が出てこなかったからね。これも本当かよと思っていたら本当だったわけですね。なら楽天もそろそろ出してくれるんじゃないかということを期待しつつ、この記事を読んでおりました。で、年率 2.3 から3% を仮条件としてますってことで、箱価格、1株5000円だからね、50万単位になるのかしらね。それで、29年8月以降はうんぬんかんぬんって書いてあるから、だから、あの、野村も大和も同じようなこと言ってたんですけども、これもね、5年の社債のようなもんだよってね。29年8月あたりで償還するっていうことね。償還というか、なんというか、買い戻しだから自己株の取得みたいな形になるのかね。実態は社債ですからね、これね。だから、あの、インフロニアが潰れない限りはひっきり返ってくるぞってことでございます。インフロニアなんて言うから多分人気出ないんじゃないかなと思うんですけども、同じような形で、ほら、これ2月27日ですよ、同じ頃ですね。これ、1000億円を調達する予定だよってことでさ、定款も変更したよってさ、IR の方で正式にね、宣言してましたからね、やるってさ。で、これ、ほら、インフロニアホールディングスもと、2月の9日にね、やるぞって言ってて、で、インフロニア方はもうやることになったっていうことですよね。
で、まだまだね、楽天グループは出してくれなくてさ、あのね、上限がね、13% とか言ってたからね。で、海外の社債の利率が、まあ、そのぐらいで出してるんで、日本国内においてもしかしたら 10% ぐらいの利率がつくような社債型のね株を出してくれるんじゃないかということが期待できていて待ってるんだけど、なかなか出してくれないのが楽天でございますよと。で、発行条件とちょっと見てみましょうね。インフロニアなんで言うから分かんないんだよね。前田建設のことですよってことにつきまして見ましょう。インフラの未来に挑むからね、インフロニアなのかしらね。インフロこれなんかだかな、もうインフラなのですか、きっと。フロニアってなんだろうな。で、はい、仮条件とかね、100株単位で5000円とか書いてありますね。で、これあのこのほら、例の日本格付け研究所が AA- をつけてますってことで、5年で私は倒産するとは思えないんで、これあ、まあ安全中安全ですね。利率がどのぐらいになるのかな。ソフトバンクの社債株を上回ってくんないと買う気しないんだけどね。はい、このような形でインフロニアになったよってね。前田建設がインフロニアになって、おいで風力加えたよって感じですね。建設道路製作所っていうのはね、あったじゃん、あったじゃん。なんていうか、でここに風力が加わっちゃったんで、この借金をなんとかすべく社債型の株をね出しましたってことですね。で、はい、前田建設順調ですよとね、いうことですね。で、前田道路もまあ順調ですよってことですね。で、はい、前田製作所はね、小松のね、日本最大の販売代理店で、まあまあこちらも大丈夫でしょう。何を一番やったのか、風力発電に手を出しちゃってるところがね、よくわかんないや。皆さんどう思われます？これうまくいくと思う？私はちょっと疑問なんだけどね。まあまあとりあえず置いといて、はい。で、はい、ソフトバンクの社債株についてちょっとね買い方を言いたいんですけども、前田建設の方ともちょっと比較しましょうよ。はい、ほいで、はい、ほらほら、あの仮条件が 2.3 が下限で上限が 3% になってるでしょう。この 2.3% っていうのは私引っかかるわけですよ。だってさ、でこれさらにその100株単位だから50万だからね、50万で下限が 2.3 だからさ、はい、ソフトバンクの社債株の方がいいんじゃないかなと。ほら、これ、この、2.5 から3の仮条件で、実際に 2.5 に決まったわけですよね。で、前田建設の方は下限が 2.3 だからね、どうなるんだろうね。 2.5 を意識して 2.5 よりも高い利率にするのかな、どうかね。まあ、この仮条件の加減がね下回ってるってところがあるからね、 2.5 出すつもりないのかな。で、100株以上100株単位だからさ、まあまあ最低で40万円からですよってことですね。40万単位という言い方がいいのかな。はい、で同じような形ですね。これで5年でね、自己株式を買うような形で、まあ、社債の償却をするような償還をするようなもんですよってことが書いてございます。で、これはもう配当は固定ですよってね、4000円を基準にして 2.5% が1万円だよってことは決めますってことですね。で、東証プライム市に上場するって形で、いつもね、一体いくらで今なってるのかってことがチェックできて、買いやすい、売りやすい状態になりますよっていうのは、そんな状況になりますから、社債よりも流動性は高いかなってことですね。で、あとでね、出来高とか見ていきましょうね。なかなか、思った値段で売買がしづらいんじゃないかっていう雰囲気はね、ありますけども、はい。これがね、インフロニアホールディングスの株価でございまして、7月5日の段階で、思いっきし下落トレンドでございます。下落のパーフェクトオーダーね、これ、5週、20週、40週の移動平均線でございます。これしばらく下に行きますね、これ。はい、これに対して、はい、ソフトバンクの方は絶好調でございます。ね、しっかりもう2000円を超えてね、来てますよね。で、
どうですかね、調子のいいソフトバンクに比べ前田建設は調子が悪いから、ここでさ、その利率を破損でこんないとね、なんか嫌じゃないですかね。はい、で、そしてそのソフトバンクの社債株なんですけれども、なんか、ね、配当落ちを起こしやがって、野村も大和も配当落ちなんてないようなことを言ってたんだけどね、そもそも4000円を切ることは想定してないようなことを言ってるんだけど、しっかりねもう3900円ぐらいになってきてますよ。で、具体的に3900円ぐらいで本当に買えるような状況になってきてるってところについて確認していきましょう。板を見ましょうね。はい、こんな感じです。7月5日金曜日の板でございます。よーく見てくださいね。はい、これほら、価格帯別出来高が出てくれていて、はい、今ね、どういう状況かというと、知らない人のためにちょっとね、解説しますと、3901円で買いたいっていう人がね、いて、それほら、その、これ2ってのは2つ並んでるよ、だから2人並んでるよってね、最低が100株単位だから200ってことはね、200株で、ってことだから、2人だから100株欲しいぞっていう人がね、2人いて並んでらっしゃるという状況ね。で、その段階で7月5日の取引が終わったわけですよ。で、7月5日においてはなんと3900円で売買っていうのが一番多かったってことですからね、7月5日において3900円で買えた人、取引っていうのが一番多かったっていうことは、もしかしたらね、ここで買えたのかもしれないなってことですよ。で、具体的にどうするのって話について老婆心ながら復習していくとね、申し上げますとね、株取引慣れてる方はもうね、聞かないでくださいね。はい、今ほら、指し値優先、時間優先っていうルールに従って並んでるっていうことを復習していきましょう。指し値っていうのが、例えばよ、3901円で欲しいなーっていう人よりも、3902円で買ってもいいぞーって人からね、売買が成立しますよということで、それが指し値優先です。で、同じ3901円で買ってもいいなーって思ってる人については、時間優先でございます。先に並んだ人から売買が成立しますよってことでございます。で、3901円で、金曜日ね、7月5日の3時の段階では、2人しか並んでなかったわけですよ。それからね、どんどんとその注文を入れていくんだけど、もしね、金曜日の、引けでね、動きがない、もしくはその段階で3100円で差し値を入れたとするならば、はい、200株はけたらね、2人はけたらね、あなたの番ですよっていう状況なので、買える可能性が高いですよね。これで、実際に3900円で、で、1万と800株はけたってことだから、4200万円の売買が成立したっていうのがね、金曜日の状況ですよ。で、何が申し上げたいかというと、絶好調のソフトバンクでさえね、4000円を割れ、で、3900円になっているという状況からよ。まあ、前田さんがどのぐらい率は、弾んでくれるかどうかにもよるけれども、これは前田の社債株も元本割れの予感がするよねって思うわけですよ。だから IPO に乗っかるんじゃなくって、私だったらまずソフトバンクの社債株の方から狙ってって、前田の社債株が思いっきし元本割れしたりなんかすると、狙おうかなっていうことを考えております。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。あ、それにしても楽天の社債株、ものすごくね、利率のいいやつを期待して待ってます。